スターレットは、アメリカ海軍の潜水艦、バラオ級潜水艦の一隻。艦名は、カスピ海に生息する小型のチョウザメの一種、スターレットにちなんで命名された。スターレット・スターレットは1943年7月14日に、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で寄港した。1943年10月27日に、 チャールズ・ A ・プラムリープ人によって、命名、浸水し、1944年3月4日に、艦長オームシー・ロビンズ中佐の指揮下収益する。偽装の完了及び成長訓練後、スターレットは、フロリダ州キーウェストを5月1日に出港し、太平洋艦隊に加わる。スターレットは6月13日に、新珠湾に到着、最初の紹介に備えた訓練を、 直ちに始めた。7月4日、スターレットは最初の紹介で小笠原諸島方面に向かった。7月23日に漁船を来撃に続く砲撃で破壊した後、8月4日には北緯29度10分統計141度00分、分北緯29.167度統計141.000度。 29.16741.000の地点で特設艦指定宮城丸と全勝丸を撃沈。8月8日にも父島近海で特設区選定第6玉丸を撃沈した。第6玉丸は第4804戦団の生存者を捜索中だった。スターレットはさらに3週間前に空母艦載機部隊によって沈められた日本戦団の 生存者を捕虜として連行した。スターレットは34日間を紹介海,海域で過ごした。8月26日、スターレットは53日間の行動を終えてミッドウェイ島に帰島した。9月18日、スターレットは2回目の紹介で日本近海に向かった。10月9日夕刻に小型の日本漁船を撃沈した後、スターレットは 沖縄と沖で6名の撃墜されたパイロットを救助した。10月18日、スターレットは、北緯27度58分統計127度46分、北緯27.967度統計127.767度、27.967、127.767の地点で3隻の巡洋艦とそれを護衛する6隻の、 駆逐艦の艦隊に対して一度攻撃を試みたが、失敗した。この艦隊は、台湾沖航空船の誤報に釣られて出撃した、島清秀中将率いる第二遊撃部隊だった。二日後の10月20日、スターレットは貨物船に向けて三本の魚雷を発射したが、いずれも命中しなかった。10月25日、スターレットは、 北緯30度15分統計129度45分、北緯30.250度統計129.750度、30.250129.750の地点で、小沢寺三郎中将率いる、機動部隊への補給部隊に対して4本の魚雷を発射したが、最初の攻撃は失敗してしまった。スターレットは2度目の攻撃をかけ、魚雷6本を発射。 そのうちの4本が目標に命中し、3本はタンカー人坂江丸に命中、1本は別の目標に命中したようであり、ひとし坂江丸は沈没した。スターレットは25日の残りを護衛艦の反撃をかわすために費やした。その夜、スターレットは病院船を発見して見逃した。10月29日にも小型貨物船を発見し、4本の 魚雷を発射してから浮上し破壊した。10月31日、スターレットは前日にトリガーとサーモンが魚雷を命中させて航行不能に陥らせていたタンカー高根丸を発見。高根丸も小沢機動部隊に対する補給部隊の一隻だった。スターレットは魚雷6本を発射し4本命中させて高根丸を撃沈した。その後、スターレットは 第22号解防艦との交戦で大破したサーモンの護衛をトリガーと共に担当しサイパン島まで護衛した後第101潜水軍指揮官トーマスビー・クラークリング大佐の指揮下、他の潜水艦と共にウルフ・パック・バーツ・ブルームズを編成して11月10日から日本の南方洋上に配置されている特設艦指定軍を蹴散らす作戦に従事した 11月15日夜、スターレットはトリガー、シルバーサイズとともに特設艦指定と砲線を交え、この光線でスターレットは4インチ砲弾をすべて使い果たした。スターレットはシルバーサイズが撃破した特設艦指定第12号8流丸に魚雷で最後の止めを刺した。11月30日、スターレットは64日間の行動を終えて真珠湾に帰島。 艦長が HH レィスに変わった。1945年1月25日、スターレットは3回目の紹介で日本近海に向かった。スターレットは東京湾近辺の担当海域で通常の紹介の他に異様島の戦いの援護で関東地方を空襲する第五艦隊に対する救助配備任務に着いた。このほか、ボーフィン、ポンフレット、パイパー、 トレパントウルフパック、マックズモップスマック、S モップスを構成し、前回と同様に特設艦指定軍を蹴散らす、作戦に従事した。3月1日、スターレットは、北緯34度10分統計139度38分、北緯34.167度統計139.633度。 三十四点一六七百三十九点六三三の地点で縦山丸を撃沈した。四月四日、スターレットは六十六日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。四月二十九日、スターレットは四回目の紹介で、千島列島を呼び、オホーツク海方面に向かった。この紹介においては、特に、ウラジオストクなどに向かうソ連船に注意が払われ、スターレットは、 ソ連船か日本船かの識別に用心深くならなければならなかった。したがって厳格な識別ができない時には見逃さざるを得なかった。おまけに日本船が攻撃を逃れるべくソ連船に偽装しているという疑念も抱かせた。しかし、スターレットは厳格な識別の上で二隻の敵船をほふることができた。 5月29日の午後遅く、スターレットは3隻の護衛艦がついた大小の貨物船を発見。16時41分、スターレットは船団に接近を試みたが、船団がコースを変えたので攻撃できなかった。17時20分頃に一旦接触が途切れたが、浮上して探索した結果、18時22分に見張りが船の煙を発見。スターレットは、 夜間浮上攻撃を行うことに決め、21時53分までに、所定の位置に着いた。スターレットは、北46度46分統計144度16分、北46.767度統計144.267度、46.767、144.267のカラフト中知床見先北東海域で、各貨物船に対して3本ずつの魚雷を発射。 二分後、護衛艦の一隻が、スターレットの型に向かってくるのが見えたが、すぐに去っていった。スターレットは、その二分後にもう二本の魚雷を発射し、ほどなくして20秒間に四つの爆発を確認。護衛艦は、爆雷攻撃を開始した。三分後、目標は、船尾から沈んでいった。二十二時十一分、スターレットは追撃してくる。護衛艦に対して、 魚雷を4本発射。しかし、すべて回避された。スターレットは、未だ浮かんでいる、貨物船に対して、さらなる攻撃を行うべく準備し、用心深く接近していった。観測すると、目標は、船尾が煙に覆われて、航行不能となっていた。この時、2隻の護衛艦が、爆雷攻撃を行って、それはまるで周囲に水をまき散らしたかのようだった。 22時35分、護衛艦の一隻がスターレットと目標の間に割って、入り、スターレットは4分後に3本の魚雷を発射。なおも追い続けるので、スターレットは体勢を立て直して、護衛艦の監視に向けて、魚雷を4本発射したが、スターレットはその場を逃げることはできなかった。その後も、 スターレットと護衛艦の間で砲戦が交わされたが、スターレットは巧みに相関して、相手との距離を7300メートルにまで広げ、なんとか逃げ切ることができた。スターレットが、この戦闘で撃沈した目標は、クレタケ丸と天領丸だった。スターレットは、この紹介で、もう一つ冷や汗をかくような出来事に遭遇した。その時の相手は、小型の護衛艦がついた。 旧シップだったが、スターレットは相手を貨物船だと判断して、魚雷を六本発射、しかし命中しなかった。スターレットは相手の罠にかかる前に逃げた。6月10日、スターレットは42日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。7月5日、スターレットは5回目の紹介で、日本近海に向かった。紹介の大半は、 日本本土空襲を行う B-29、部隊支援の救助配備任務で締められた。スターレットは、キース道において、イギリス兵を呼び、ニュージーランド兵を救助した。7月29日朝、スターレットは、シン沖合に浮上して、艦砲射撃を行い、この砲撃で、尾崎製材工場が全焼して1名が死亡し、王子製紙工場にも、砲弾を浴びせた。 日本の幸福によりスターレットの紹介は終了した。8月23日、スターレットは48日間の行動を終えて、ミッドウェイ島に帰島した。スターレットは9月6日に帰国の音につき、10日後にカリフォルニア州サンディエゴに到着した。11月13日までサンディエゴで停泊し、その後1946年2月末までサンフランシスコに泊まった。 1946年2月26日に太平洋西部へ向けて出港、新珠湾、グアム及びスービック湾で停泊した後、4月20日にチンタオに到着した。チンタオを拠点として5月末まで活動し、中国北部沿岸に沿った自衛活動に参加した。6月の最初の10日間を上海で過ごし、その後新珠湾に向かった。 スターレットは6月22日にオアフ島に到着し、続く16ヶ月間はハワイ諸島での作戦活動に従事した。1947年11月15日に再び西へ向かい、12月1日にオーストラリアのブリスベンに到着した。5日後にグアムに向かって出港、12月14日に到着した。 スターレットは1948年1月2日にグアムを出港し、1月6日から10日まで沖縄に停泊、1月12日に佐世保に到着した。1月の残りは佐世保及び横須賀の付近で活動し、両港を訪問した。1月28日、カリフォルニアに向けて出港する。ミッドウェイ島を経由して、 真珠湾に6週間停泊、サンフランシスコには4月30日に到着した。5月1日に不活性化のため太平洋、予備役艦隊入りする。スターレットは1948年9月18日に予備役となり、メアアイランドに係留された。およそ2年後の1950年8月7日に、スターレットは現役復帰を命じられる。 8月26日にメアアイランドで艦長ジョージ・ W ・キトリジ・佐の指揮下採集役した。9月25日にサンディエゴに向けて出港1ヶ月間の訓練に入る。12月にロングビーチへ移動し映画太平洋の虎ザメの撮影に使用された。この映画にはウィリアム・ホールデン、ウィリアム・ベンディックスが出演した。 1951年の初めに、スターレットは、西海岸沿いの作戦活動を再開し、1953年1月まで、継続した。その後再び極東に展開する。この巡行でスターレットは、対潜水艦船演習に参加し、父島、熱海、中城湾を訪問し、南鳥島での偵察写真撮影を行った。スターレットは6月23日に、 サンディエゴに帰還し、西海岸での作戦活動を再開した。1954年8月、スターレットは母校で別ゴと乗組員を交代した。9月13日に真珠湾で第一潜水戦隊に配属される。その後スターレットは真珠湾を母校として活動した。1954年から68年まで、 スターレットはハワイ諸島での作戦活動に従事し、第7艦隊とともに9度の西太平洋配備を経験した。これらの巡航は通常6ヶ月間行われ、スターレットは多数の訓練及び対抗演習に参加、日本や中国、台湾、中部太平洋の島々の多くの主要港を訪問した。1968年夏に、 最後の配備から帰還すると、スターレットはすでに現役任務に適さないと判断された。スターレットは1968年9月30日に退役し、翌日除籍される。最後の任務は標的艦任務であり、1969年1月31日に原子力潜水艦サーゴによる雷撃を受け海没処分された。スターレットは 第二次世界大戦の選考で6個の従軍聖賞を受賞した。ありがとうございます。